人のお部屋。呼びかじゃあ呼び込みましょうか。行きましょう。さあこの時間マリアンヌ様はちょっと忙しいということで、もう今日はうるう年ですからね。マリアンヌ様のお弟子さん、風鈴さんに、風鈴にお越しいただきました。こんにちは。はじめまして。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。もうね、悩めるみんなから来てます。はい、あの風鈴も五七五でお悩みをズバッと解決してくれるということで、五七五で、五七五でお願いしますね。じゃあまずこの方です。あ、なんかちょっと自己紹介あった方がいいかな。すみません、自己紹介は省いていい。そういうのじゃない、そういうのじゃないね。共有からライン開いて3番目の人から。こんにちは。近頃の世の中は申告してない人として終わった人に分けられますが、して終わった人は、私は終わったとどんな嫌なことがあっても前向きにいられるとマリさんが言ってました。でも逆に終わってない人はどんなに楽しいことがあってもふと、あ、私終わってないと楽しめなくなります。カラオケでスノーマンのデンジャーホリックを歌ってもあんな楽しい息継ぎが難しい曲なのに、急に、あ、私してなかったと我に返り、点数がタイガさんのように60点以下の点数を出したり、焼肉食べ放題で美味しい焼肉を食べてても、あ、私申告してなかったと肉を焦がしたり、ホルモンをずっと噛んでたり、どうしても申告してなかったことを思い出します。どうしたら思い出さずにいられますか。え、わかりました。あ、お願いいたします。そんなこと、人生そんなこと気にしていたらつまらねえ。そんなこと気にしていたらつまらねえ。そうだよね、申告終わってる終わってない関係ないと、今を楽しめと。そうだよ、そんなこと気にしていたらつまらねえです。そんな言葉遣いも一応ね、みんなハッてしてるんだけど、言葉遣いそうだったんだって。マリアンヌさんも、ね、気づいてますね。メイメイさんから、はい、私顔をぬるま湯だけで洗うことを始めて3ヶ月、肌もいい感じ。コロナとインフルエンザにかかってまだマスクが外せないのもあって、化粧も全くしてないんです。周りからちょっと惹かれてます。別にいいですよねっていう。めいめいさん、いいのか、化粧をもうしてないんだって。全くしないんだけど、でも肌はぬるま湯だけで洗うことでちょっといい感じになってきてはいる。でもそのままでいいのかどうか、化粧をしてない。はい、わかりました。お願いします。すっぴんがあなたが一番輝くとき。すっぴんがあなたが一番輝くとき、うん、輝いてるってことですね、めいめいさん。今が一番輝いてます。はい、ね、しなくても大丈夫です。熟読です。こちら、柏村三品茶よしひこさん。はい、胃が痛く内科で診察しました。胃カメラ検査がおよそ1ヶ月先の予約しか空いておらず、胃が痛いのに何の病かとても心配で悩んでいます。胃カメラ検査を早くするには病院を変えた方がいいのかしら、ということで。病院を変え、一番のお悩み、変えた方がいいのか。このままだったら今胃が痛いのに予約は先ってさ、どうしよう。本当のお悩みだよね。だって今見ないと、うん、体調が悪いのは今なんだもん。これはどうしようかしらね。結構今あれも多いからね、みんな人間ドック受ける方とかもさ、はい、やっぱりカメラ難しい。はい、お願いします。悩むなら今すぐ動け、その時だ。はい、悩むなら今すぐ動け、その時だ。その時が来たよ、監修は村さん、ピーチャー、ヨシヒコさん。今に動いてください。そうそうそう、今が痛いからね。変えていこう。バケラッタさん。久高マリさんの誕生日を忘れないように、卓上カレンダーにマリ誕生日とメモをしておきました。それを見た妻が、炎の誰？質問してきました。別にやましいことないのに、焦ってる私に心を落ち着かせる千里お願いします。3月4日、マリさん誕生日おめでとう。ありがとう、バケラッタさん。マリさんはみんなのアイドル、気にするな。はい、なんていい川柳。はい、マリさんはみんなのアイドル、気にするな。気にしない、バケラッタさん、ありがとう、うん、ありがとう、ありがとうございます。じゃあ
最後になんかマリのいい、はい、あ、いいですね。ナオヤがさ約束破るわけ。約束、はい、そう、あのね、いいもいいも、マーリーには一生謝るなって言ってるんだけど、うん、すぐ謝るとこじゃないのに言うわけ、うん、だからどうしよう。まあ、マリーにだけじゃないんだけど、みんなにだけど、でもマリーにだけでも、あら、謝ってほしくないの。わかりました。うん、お願いします。マリーさん、きっとそれはあなたが傷つけてる。あ、ご主人合ってないな。ご主人合ってないな。あ、真意聞きたいですね。真意、あ、真意、その真意は、マリーさんが謝ってほしくないと思っているかもしれないですけれども、うん、彼は傷つけられたと、傷つけられたというか、違うよ、え、謝るのが癖になってるの、なおや。いい、いい、あ、謝って済む話だと思っているって。え、あ、そういうことだったの。あれ、だから、なおや、ごめんじゃないよ、ありがとうだよって言って、最後の話。悩みなおや、今後もなんかちょいちょい悩みになんか相談しに行ってもいいですか。これは今日一日限りの。え、そうなの。申し訳ございません。じゃあ、フーリーさん、ありがとうございました。締めてますね。